アラスカ鉄道はアメリカ合衆国の鉄道事業者の一つでありアラスカ州南部にあるスワードと内陸部のフェアバンクスを結んでいるアメリカ鉄道協会の定める報告記号はアレンジである旅客、貨物列車を両都市間やその間にあるいくつかの目的地へ運行しているアラスカ鉄道の本線は470マイルほどで支線や側線を加えると500マイルを優に超える現在は アラスカ州が会社を所有している。アラスカ鉄道は、ポートオブホイッティアとシアトルのハーバーアイランド。2006年の会社の収入は1億4890万ドル。利益は1040万ドルで、収入のうち1億3270万ドルが事業収入であった。1903年にアラスカセントラル鉄道という会社が、キー内半島の南にあるスワードから機体線路を建設し始めた。 1909年までに51マイルの線路を完成させたが、そこで倒産した。この鉄道では、旅客や貨物、郵便物が、クックワンまで運ばれ、そこから、満潮時には船で、あるいは犬ぞりによって、エクルトナヤマタヌスカスシトナ峡国へと運ばれた。1909年に、アラスカノーザン鉄道という会社がこの鉄道路線を購入し、さらに21マイル北方へ伸ばした。 新しい終点から貨物はクックワンを小さな船で輸送された。この会社も1914年に倒産した。この時期にアメリカ合衆国政府はスワードから内陸の町フェアバンクスまでの鉄道路線を計画していた。1914年に政府はアラスカ農山鉄道を購入し本社をシップクリークに移した。この町は後にアンカレッジと呼ばれることになる。そして政府は 鉄道路線を北方へ伸ばし始めた。氷結した棚田名川の上を渡る、アラスカ鉄道の機関車1923年1917年、棚田名バレー鉄道が倒産しそうになった。この会社は45マイルの狂気の路線を、フェアバンクス都地域の鉱山町、棚田名川にある、船着き場の間に所有していた。政府はまず棚田名バレー鉄道を主にそのターミナル、関連設備に関して買収し、 南部の線路を寝斜へ延伸、さらに後に、この延伸区間を標準機に改め機した。1923年、棚田川を横断する700フィートの橋を寝なめに建設した。これがアラスカ鉄道の最後の開通区間で、その当時ではアメリカで2番目に長いシングルスパンの鋼鉄の鉄橋であった。 ウォレン・ハーディング大統領が1923年7月15日に鉄橋の北側でゴールデンスパイクを打ち込んで鉄道が完成した。1964年にはアラスカ地震の被害を受けた。スワード周辺の軌道は歪み、クック湾周辺では津波と地滑りの被害を受けた。通常運行の再開には数ヶ月を要している。1985年、アラスカ州政府は 連邦政府から2230万ドルでこの鉄道を買収した。州は直ちに7000万ドルを改良とメンテナンスの遅れていた貨車の修繕に投資している。現在、フェアバンクスからデルタジャンクションまで、主に地域の農業、建設関連の物資を扱うために鉄道を伸ばす構想がある。また、クリントン政権時にアメリカ政府は国際委員会を設置して、 有根巡州を通じて、アラスカ鉄道とカナダのブリティッシュコロンビア州を結ぶ連絡鉄道を付設する調査を行った。カナダ政府は国際委員会に加わるように要請されたが、クレティエン・マーティン両政権は委員会に加わって調査費を支出することを選択せず、ハーパー・現政権は特に反応を見せていない。一方、有根巡州政府はこの構造に興味を示している。 2006年6月の委員会報告では、有根巡州、カーマックスを、アラスカ鉄道の北端のフェアバンクス、ブリティッシュコロンビア州テラス、ヘインズ、またはスカグーウェイへと結ぶ鉄道の拠点とすることを勧告している。スカグーウェイへは、有根巡州のホワイトホース近辺を経由する計画であり、現在この二つの町の間は、狂気のホワイトパス有根ルートで結ばれている。 この鉄道は夏に多くの観光客を引きつけている。アラスカ鉄道の客車はモノクラスであり、どの乗客でも利用できるドームカーを備えている。車両に備えられた大きな窓とドームによりアラスカの景色の素晴らしい展望が得られる。アラスカ鉄道は2005年からいくらかの追加費用を支払った旅客に対して豪華な座席と食事を提供するゴールドスターサービスを開始している。 主要な観光会社が所有する車両もあり、アラスカ鉄道所有の車両に連結されて、アラスカ鉄道での旅行が多くの観光パッケージに組み込まれている。デナリスターアンカレッジからフェアバンクスへ、片道12時間をかけて走る列車。途中、タルキートナトデナリコ国立公園に停車し、そこから様々なフライトやバスツアーを利用できる。工程は356マイルしかないが、 山や峡谷を通り抜けるために曲がりくねった線路を走り、最高速度が59マイル毎時に過ぎず、しばしば30マイル毎時以下に落とすため、12時間もかかる、コースタルクラシックアンカーレッジから、クック湾に沿って走り、南へ曲がって、キー内半島へ入って、スワードへと結ぶ、山を越えるスイッチバックを含んだ、曲がりくねった線路により、114マイルに4時間半の、 時間がかかる。グレーシャーディスカバリーアンカレッジからホイティアへの2時間の皇帝の列車、ホイティアでしばらく停車し、夜にアンカレッジに戻る。ハリケーンターン、タルキートナとハリケーンエリアの間に住んでいる人たちのための列車である。この地域には道路がなく、住民はこの列車に食料やその他の物資の供給を頼っている。アメリカにおいて、 フラッグストップが行われている数少ない鉄道であり、白い旗を振ることで、線路沿いのどこからでもハリケーンターンに乗車することができる。オーロラ陶器にアンカレッジとフェアバンクスの間に、週末に運行される。北港が土曜日、南港が日曜日である。ザ・アラスカレールロード アニュアルリポーツハット http コロンスラッシュスラッシュ www.akrr.com スラッシュ pdf スラッシュ pr2335%202007%20 アーク %20 メディア %20 リリース 202006%20 アニュアル %20 レポート 1pdf ハットアラスカレールロードレジスターズロアフレート ハイヤーパッセンジャーレベニューイ2006ありがとうございます。